どうも、ゆうとです。皆さんお待たせしました。すっごい久しぶりのカープユニフォームです。なかなかね、日程が合わずにね、日南来れなかったんですけど、もう1軍の方が沖縄に行っちゃって、もうほとんど1軍の選手いないんですけど、ドラフト1位の中村翔成選手がまだ残ってるんで、中村翔成選手と新井さんもね、いるんで、新井さんにもちょっと注目して、ちょっと今日見ていこうと思います。大好きです。ありがとうございます。大好きです。I love you. Thank you. 運よく自転車帰りのエルドレッド選手からサインもらうことができました。よかったっす。あとですね、まあ中村翔成選手注目して見てたんですけど、結構ニュースとかで木製バットに対応できてないって言ってたんですけど、やっぱりこう何日か練習を重ねてヒット性の当たりが増えてたんで、結構対応してきてるんじゃないかなと個人的には思います。あと新井さん、ベテランなのに一番走ってました。Peace.